どういう風に使えばいいか分かんない。これはね、後悔するの高校3年生になってからですよ。どういう形で使えばちゃんと得点源になるのか学ぶエンタメに。どうも、パスラボのうさにすのるです。さあ、今回はリクエストが多かったフォーカスゴールドの使い方の決定版でございます。これね、結構多いんですよ。特に高校1年生2年生の方、学校で配られるんだけれども、どういう風に使えばいいか分かんない。これはね、後悔するの高校3年生になってからですよ。あの時ちゃんとやっておけばよかった。そうならないためにも、あるいは今高校3年生になってる方はまだ間に合いますので、そういった方、改めてフォーカスゴールドや青茶をどういう形で使えばちゃんと得点源になるのか。そしてちょっと最初に言いますが、まず前提として、数学の偏差値、河合塾の前頭模試ベースでいくと、偏差値65まで全然達成可能ですからね、この一冊で。ということで、早速まだね、数学ちょっと伸び悩んでる方も、これから得意にしたいという方も、ぜひ、もう濃密な話をしますので、最後まで聞いてみてください。それでは行きましょう。レッツゴー。まずちょっと深掘っていきましょうか。皆さんぜひですね、ちょっとまずこの時点でコメントに、今皆さんがどういう風に使っているっていうのをぜひ書き込んでみてください。例えば、毎日使ってますよなのか、あんまり正直触れてませんのか。数学が得意な人も苦手な人も、必ずこういう風なペースで、これをベースに学習してくださいっていうものがあります。それは何かっていうとですね、例えばフォーカスゴールドみたいなもののこと、なんていうかっていうと、解放網羅系です。解放網羅系の参考書っていう、これを言ったら、フォーカスゴールドとか青茶と。それだけでやるっていうのは、もちろん成績は上がりますよ。ただ、これにプラスして、何をやってほしいかっていうと、教科書応用問題集です。例えば、4ステップとか、作シードとか、いろいろありますよ。まあ僕ね、香川県の地方の公立高校出身で、そこからも東大に原稿学しましたけれども、本当に幸いだったのは、これ学校に配られてるんですよ。てか、もっと言うと、これとこれと教科書しか配られてない中で、そっからやってくださいでした。これね、僕が正直東大に受かったなと思う原因は、高1のここにあって、学校ではね、よく定期テストはこの範囲から出しますよ。4ステップの範囲から出します。だから基本みんな、教科書と4ステップしかやらないんですよ。フォーカスゴールで青チャートは、まあちょっと辞書代わりに使うみたいな感じで、あんまりこっちは触れないって人が多かったんですけど、僕はそうじゃなくて、こっちをベースにやって、難しかったんですよ。難しかったんですけど、こっちをベースにやった上で、ここで演習量を積んでという風な進め方になります。だから、そもそもちょっと前提になるんですけれども、どっちかだけで、もちろんこれも得点源になりますよ。ただ、ちゃんと継続して、しっかり安定させたいんだったら、これの掛け算、これは必ず意識しておいてください。そういった中で、フォーカスゴールド、そもそもちょっとどういう風に使えばいいか分かんない。まあ、こういう人多いと思います。で、例えばね、イメージとして、高1高2の方、あるいは高3でも基礎をつけたいよって方に関して言うと、1週目は初見の場合って書いてますよね。この話と、あとは自分流ルール、まあ、復習とかその辺。で、あとはちょっとこう、ある程度基礎力がついてる人向けに話をしたいと思います。じゃあまず、はい、最初。1週目初見の場合。まあ、これもね、最初は僕も手探り状態でしたよ。で、まず、もちろん例題見ますよね。例題見ます。例題見て、アスタリスクがね、あるんですけど、1から4まであります。青チャートだったらコンパスマーク。これを見て、もちろんね、すぐに見て答えるわけじゃないですよ。ここにもありますけれども、大体1つにつきですね、3から5分ほど考えるようにしてました。もちろん1とかは一瞬で答えられるただの計算とかありましたから、まあ、そこは1分ぐらいでいけましたけれども、ちょっと悩む問題はある程度ここは考えましたよ。考えたんですけれども、じゃあ30分も40分も100分も悩むとかじゃなくて、最高でもこれです。考えて本当にわからない場合は、僕は結構すぐに解説見てました。結構分かれるんですよ。もうずっと悩むと、30分も60分もずーっと悩め言われるんですが、正直言いますね、これはこっちです。解放案件ある程度できてる方は悩んでいいと思います。もっとプラスアルファのものでね。だから解放案件はですね、正直知らんと無理ですよ。だと例えばね、証明問題とかで、ね、互いに素とかもね、気づけるか、一瞬で気づけるかなってました。ただ大事なのは何かっていうと、別に解説はすぐ見ていいんです。ただし条件が一つあります。これ何かというと、必ず再現できるようにしてください。これ結構落としがちなんですよ。なんとなくフォーカスゴールドやって適当に問題量やればいいんでしょってやりますけど、問題量こっちですから。こっちでちゃんとフォームを固めます。解放案件、例えば水泳で言うと、こうね、言うたらこう、自分のね、床とかで練習するわけです。こう、プール入れない時。ただそればっかり練習しても意味ないから、演習とかちゃんと水辺に出て、うわーっとこうね、泳ぐわけですよ。バットはそう、ずっと素振りばっかしても意味ないですね。素振りばっかするじゃなくて、ちゃんと演習、試合に出て、この両輪が大事なんですけれども、まずそもそもフォームを固めるっていうのが解放案件。水泳でいうと、これもね、泳ぎ方を分かるっていうのが解放です。ここがなってないと本当にガリになるんですよね。だからいろんな照明の書き方とかも適当に書いちゃうんで、必ず再現できるようにしてほしいです。再現できるのっていうのは、言うたらこっちにも繋がってきますよ。ちゃんと2週目3週目復習した時にしっかり書けますか？答えだけが分かればいいんじゃなくて、しっかりと途中過程も、特に照明問題は丁寧に論じていきますか？これをぜひ時間かけてほしいんです。
問題量を適当にこなせばいいっていうわけでもない。フォーカスゴールド。まずこれができるようになった上で問題量をこなす。このイメージを持ってくださいね。じゃあその後、これも忘れがちなんですけれども、例題見て解説見て再現できる。例題だけをこなす人いるんですが、必ずその後は自力で練習問題を解いてほしいと思います。これがセットですからね。例題見て解放暗記。例題見て解放暗記。これって正直頭使ってないんですよ。もちろん再現ね、しっかり復習しますけれども、必ずその後、ほぼ同じ解放で練習問題解けますから。ここまでをセットで、まず演習する。これは高1、高2。ぜひやってください。じゃあ、その後。特に、ちょっと難しい問題はどうするんですかと。もちろんこれ優先順位ありますよ。そっちもやって、うわ、時間かかった。でもいいですけれども、まずはやっぱり例題のね、1から3までアスタリスク。まあ、しっかり解けるようにした。っていうのが、まあ前提です。その上で、まあ、解放暗記をします。解放暗記をして、もちろん4とかステップアップ解いてもいいんですけれども、解く前、あるいはもう解いてからでもいいです。必ず何をやってほしいかっていうと、やっぱり4ステップで演習なわけです。そう、4ステップで演習して、もう一つのフローがあります。これ僕、高1の7月以降、夏以降にやってました。何かっていうと、ぜひ学校の定期テストで満点を狙ってほしいんです。これよく言います。定期テスト勉強って受験に関係ないんじゃないですか？こういう人いますが、僕はですね、特に数学とか理科に関しては、絶対これ満点目指した方がいいと思います。これなんでか。確かに国語とかは、もうすでにやった文章が出るとか、じゃないですか。それって、確かに僕もやってる意味あるのかなと思ったんですが、数学はですね、もちろん全く同じ問題が出るわけじゃないですよね。ちょっとこう、プラスアルファの問題も出たりします。自分の高校がどうかわかんないんですけれども、そうなった時にも、もう出たとしても必ず数学、理数系はぜひ満点を狙ってください。だから、つまり定期テストの対策っていうのも、これでやってください。で、これちょっとミスる人、NG な人言うと、定期テスト前だけ、これをやる人いるんです。それまでは教科書でやります。教科書 and 4 step の人もいますけれども、確かに定期テストね、8割ぐらいは取れるんですよ。多分そっからね、偏差値55、60ぐらいまでいきますけど、65、70は多分いかないです。やっぱりベースはこっちですからね。これをちょっと自学自習に取り入れてみてください。つまり数学をちゃんと得意にするんだったら、これかけることです。だから時間は正直かかります。かかるんですけれども、1週目をちゃんとやっておけばここ、2週目以降、早速やっていきましょう。まあこれ1週目も同時なんですけれども、基本的にね、3から5分ほど考えてください。もちろん、解放そのまま覚えてたらね、パッと手が動きますけれども、じゃあ1週間、2週間空けて復習するときも、別にこのルールはいいと思います。そこでちゃんと解けるな。1週目で解いたとき、あるいは2週目もそうなんですけれども、必ずですね、チェックマーク入れてました。人によると思います。入れ方はね。で、僕ちょっと変わってるんですけど、関東したやつ、解けたやつをバツにしてるんですよ。あ、もう問題番号バツ。つまりもう問題番号がどん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 消されるわけね。全然解けなかったものは逆に丸にしてました。だからめっちゃ目立つわけ。計算ミスとか部分的にとかだったら、計算ミスはね、三角とか書くんです。必ずこれは、理由付きで書いてました。例えば、イメージとしては、ここまでは分かったんだけれども、この発想が分かりませんでしたっていう場合は、その解説のところに、なんか、線とか矢印入れて三角。できれば、あと日付とかも書いてましたね。だから、そういう形でどんどん汚してください。そこでルールとして決めてたのは、何かっていうと、必ず、2連続で×がつくようになるまで解いてました。つまり、必ずどの問題も、2周はします。2周して、最初は×だったけど、プラ次に解いたら、うわ、間違えた三角だったら、また××になるわけね。うん。で、もちろん、まあ、×三角×ぐらいならいいと思いますけれども、ただ、×1 個っていうよりは、ちゃんと2連続になるまでやってました。ちょっとここから難しい話しますね。ある程度これを、やっぱり定期テスト前だけやるっていうよりは、日頃からやってほしいんです。日頃からやって基礎力をつける。つまり、この2つでいいですからね。もちろん、YouTube の動画とか、教科書レベルの動画とか作ってもいいと思いますよ。使ってもいいと思うんですが、必ず、インプット1だとしたら、アウトプット9ぐらいのイメージで進めましょう。定期テストの模試前。これです。特に模試前なんですけど、何やってたかっていうと、まあ、言うたら、この辺も、例題とかやってるわけですよ。その時に、やっぱり、まあ、ステップアップ。つまり、今、入試問題ですよね。青チャートで言うと、エクササイズってやつです。それで、力試ししてました。まあ、ボロボロでしたけどね。例えば、2時間数とか言うても、例題は、あれでは解けるんだけど、ちょっとステップアップになると難しい。全然ありましたけれども、そこは、ちゃんとある程度5分、10分悩んで、ちゃんと回答回数見て、わかるかどうかですね。これ大事ですから。その場で解けるかどうかもそうなんですが、回答回数見て、再現できるかどうか。これを意識して全部やってました。ただですね、正直言うと、フォーカスゴールってなんか、マスター編とか、レベルアップ編とか、実践編ってあるんですけど、レベルアップ編以降はもうやってないです。むずすぎました。挑戦したい、ね、日もありますけど、それやるんだったら、もう先寄りした方がいいと思います。まずは、まあ、やるとしても例題と、まあ、ステップアップぐらいかな。じゃあ、ちょっといろいろ書きましたけれども、まあ、得意になった後ですね。つまり、高3の夏以降とか、あるいは高3でも、もう解放暗記ある程度やりましたと、話もしましたっていう人向けに言うとですね、僕、すごくおすすめのものがあります。入試に応用できるスキルを身につけられるものなんですが、何かわかりますか？これは僕がですね、命名したんですが、
ランダムリフレクションっていうものです。例えばこれってあの僕が出してる、ね、超戦略的勉強法とか最強の勉強法っていう本にもね、確か書いてますけれども、まあ、簡単に言うと0からやるんじゃない。問題番号ね、1,2,3 とかわーってありますよね。0台200ぐらいまで300ぐらいまでかな。それを番号書いて、ね、くじ引きみたいに入れとくんですよ。紙ちぎってね、1って書いた紙を箱に入れて、2って書いた紙に入れて、バーってやって、そっから毎朝ですね4つ取るんです。4つ取って、例えば78、92、123、256って言ったら、それを朝学校行く前に解く、あるいは夏休みとかだったら毎朝解くっていう風に決めてました。正直単元わかんないんですよ。バラバラですから、問題しか載ってないですからね。そうなった時に単元とかわからない状態で解くんだったらどうなるか、もっと言うとここで別解とかも出てくるかもしれません。そういったものをぜひね、毎朝楽しんでました。これぐらいになるとですね、結構数学は安定してきます。まあ、単元別もいいんですけど、バラバラの方が、はい、実践力がつきますよと。まあ、正直まだまだね、こっからじゃあ先のこととか数学の勉強法についていろいろ伝えられることありますし、これまでも動画出したんですけれども、まだまだ伝えられることあります。ちょっとこれを聞いた上でまず実践してほしいんですが、今これ聞いた上でですね、ぜひなんか質問とかリクエストあればですね、遠慮なくコメントに載せてください。よく動画作るときにコメント見てね、動画作ったりしますので、皆さんのリクエストをしっかり受け止めて動画にしたいなと思います。ということで、これがフォーカスゴールの使い方の決定版でした。ぜひですね、皆さんもあのフォーカスゴールの青チャート使ってみてください。そしてスクショタイムも用意しますので、ぜひね、まあ、スクショ撮って、もう自分の待ち受け画面とか LINE のアイコンにね、してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、このような形でございます。これからもですね、パスラボこういった数学の勉強法だったり問題解説、あと他の動画の勉強法や期間ごとのね、やるべきこと出してます。なのでぜひですね、そういった情報を聞きたい、地方公立高校から東大に合格したいという方は、ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。もしかしたらライブとかね、やるかもしれません。それではお疲れ様でした。バイバイ。今日のパスタルはこちら。いや簡単だよ、簡単だよ、もうこんなんの終わりました。概要欄から答えをチェック。